皆さんこんばんはん。沖縄支局キャスターのボギーテレコンでございます。FM 二十一ワンヌウムイキャスターの日が広作です。はいということで、えー、今日はですね、あの FM 二十一ワンヌウムイのキャスターで放送事故担当の日が広作さんをお招きしまして、まあ沖縄にすく。 あるヤクザのおお話なども、ね、どんどもんんん深めててていいきたいと思っておりますささ賀作本当に久しぶりの登場でございますが、まあ、普段あの情報関係でねいろいろ暗躍をしているもんですから今日はこのような格好でちょっと皆さんにはね失礼つかまつりたいということでございまして <laughs> まあこれが趣味というわけではないんですよね。<laughs> はい もう胸に燦然と輝く利権ギラギラというのが何とも言い難い感じなんですけど、<laughs> なんでオレンジが好きなんですか？<laughs> まあまあ明るい色かなと思いまして。はい、ああ、そうですか？まあ、沖縄でオレンジって言うと、ついついあの方の顔が思い浮かんでしまうんですけど、何か関係はあるんですかね？いや特にはないですねああ。別にファンというわけではないわけですかね？はい まあでもこの利権ギラギラっていうのがなんとなく非常に香ばしいような気がいたしますがえ今日はこの怪しげな日嘉工作さんと一緒にえまた皆様と沖縄のことそしていろんなことをねいろいろ話をしていきたいと思っておりますさてえこちらからいつものコーナー行ってみたいと思いますえ今週の自衛隊フリップの方をご覧ください はいえー、この方は、えー、陸上自衛隊、えー、第15旅団の門の近くに、えー、展示されております、えー、こ緊急患者空輸と不発弾処理の掲示板なんですけど、まあ、これがあの3月8日、はい、去る3月8日付のやつなんですけど、まあ、緊急患者空輸が1万418件。 不発弾処理が3万9,823件ということなんですよねさてこれがあの今年1月2日一、はい、月二日から数えてどのぐらい増えていったかということになるんですけどまずこの緊急患者空輸がプラス42件まあ2か月ちょっとの間に42件ですから結構数は多いんですよね,そうですね まあ特に沖縄のような離島県空港などがない、ね、あの小さな島そういったところから急艦を運ぶ際にはどうしてでも,もう自衛隊のお世話にならないといけないというのが結構あるんですよね。うん、でこの不発弾処理が出動回数が101件もうね毎日出動しても足りないぐらい、まあ、こういった処理に出ているということで、まあ、この処理した爆弾の重さが約2トン。 とということなんですよ、ね、んまあ月々1トンずつなんか増えてるようなそんな感じなんですけど、まあ、この1トンっていうね重さっていうのは結構大きなものでございましてう、ね 1> うん、車1台分ぐらいの重さですからねうまあそういったねあのペースで処理をしていただいていますけど、まあ、沖縄県内にはまだまだ2,000トン近く、まあ、埋没しているということで、まあ、特にまあ旧市街が多い那覇市内 首里、うん、とか、ね、あと裏添えとかあと南部そういったところではまた区画整理とかで掘り起こすといろいろ出てくる可能性があるんですよね、うん、まあ過去にはまあこういった磁気探査をしないであのパイルを打ち込んで大きな事故になった例もありますし、まあ、南部の方ではショベルカーで不発弾の頭を、ね、あの間違ってポンと叩いてしまってショベルカーごと吹き飛ばされたこともあるんですよね。よ 私が住んでいた浦添市内では、えー、付近にゴロゴロ転がっているこの不発弾をあの分解して中の火薬を取って外をスクラップとして売るという商売があの復帰前あったんですよ。掘り出した不発弾を持ってきて水をかけながら金の粉でギチギチ切ってですね中に入っている火薬は取って捨てて。 外の、ね、この分厚い、えー、この鉄の部分をスクラップとして売ってたっていうことなんですけど、まあ、一度、えー、浦添市役所の裏で、まあ、こういった不発弾の、まあ、解体作業をしてるところで爆発事故があってね、まあ、そこであの金の子で切ってた方がその不発弾の爆発に巻き込まれて、まあ、その方の体の一部があの数百メートル離れた。 小学校の木の枝にぶら下がってたっていう話を聞いて私はねちょっとぞっとしたんですけどうちのおじいなんかはあの山とかにね箱に入ったまんま転がっている手榴弾を取ってきてこれをねあの手こぎボートであの海に出て魚がいそうなところにポンと投げたらしいんですよ。すると海の中でドカンとやって魚がプカプカ浮いてくるっていうことで。 まあこれはあの沖縄ではね戦後まあ復帰前まではあったらしいんですけど不発弾によってこういった漁もしていたということでウミンチにとってはえ日本軍の不発弾はね不発が多すぎると危ないとはいところがアメリカ製のは性能が良かったということで米軍の,あのパイナップル型の不発弾は手流弾すごい人気があったっていうんですよね。逆に日本軍の あのガツンと叩いて投げるタイプは突然爆発とかしたっていうことであの手を吹き飛ばされたウミンチュもいたみたいでねまあそもそもそういったね手の手榴弾を民間の人がそういうふうに自由に手に入れられた時代っていうのが、まあ、この沖縄にあったっていうことなんですけど今では見つかるやつはみんな錆びついてて使えないように見えても中身は生きてる場合がありますから。 なんかあの本当にこの沖縄に来て南部戦績とかね、えー、回ってる時にその山の中でこういった鉄の塊を見つけた時にはもう決して手を触れないようにしていただきたいと思いますし、まあ、警察を通じて自衛隊の方にその処理をねお願いするという形が一番無難かなと思いますしかしねこうしてあの復帰してまあ沖縄に、えー、来たまあ自衛隊の方々 普段から緊急患者空輸で多くの県民の命を救い、そして不発弾処理で一度の事故もなくですね、えー、任務についているこのねあの頑張りっていうのはもっと評価されていいと思います。えー、自衛隊の皆様誠にありがとうございます。さて今日はですね、あの二部立てでねあの日向広作さん行ってみたいと思いますけど、はい、今日は三月 11日,11日もう311というとう、はい、何を思い浮かべますかうあの東北の日ですね一番もうびっくりしたあの日あの日,日ですよね、はい、まさにこれなんですよ、まあ、本日のお品書き東日本大震災から13年沖縄にできることとはということで、まあ、このね 今言った東北での大きな地震というのは2011年3月の11日の、はい、午後2時過ぎですね、はい、発生したマグニチュード9.0、はい、東京の方でもビルが揺れたりとかして大変だったんですけど、まあ、場所によってはですねこの1 0ルから最大4 0ルぐらいの津波がこの東北のまちまちに襲いかかってですね多くの人たちがこれれ流され 家や車もね、これによって飲み込まれてしまったんですよね、うん、まあそのほかにも、地面が液状化したえ、ディズニーランドでも、ね、液状化した、あんなに離れたところでも駐車場が液状化して水が噴き出したって言ってましたから、あと地盤沈下、そしてダムが決壊したとか、そういったのがあって、ですね、まあ、東北のみならず、北海道からね、まあ、東京湾、関東までね、大きな被害が。 出て、まあ、インフラが寸断されてしまったんですよねまずこの震災による死者の数が1万5,900名、はい、すごい数ですよねそして行方不明者がなんと2,523名の方がいまだに行方が分かっていないそして負傷された方が6,157名、まあ、合計2万4,582名の方々が まあ被害に遭ったということで、まあ、当時、この、ねうん、津波の押し寄せる光景などを見てぞっとした人たちはいっぱいいたと思いますし、うん、この沖縄の方にも、ね、津波警報が出て海の近くにいる人たちはすぐ離れてくださいということで、ねはい、あの消防の方々が、えー、アナウンスしていたのをその影響で沖縄でもイベントがいくつか中止になったりしたこともありましたね。はい そして、まあ、この気象庁の、ね、データベースなんですけどこの東日本大震災以降、まあ、沖縄だけじゃなくてこの日本中であの震度6以上の地震というのはなんと31回起きてるんですよ。その中で震度6強かなり強い地震というのはなんと15回も起きているということでございましてまあ記憶に新しいのは。 まあついね最近1月1日に起きた能登半島地震、はい、そしてその前には熊本の大地震もあったじゃないですか日本ではね本当にあの1回じゃなくてもう本当に毎年のようにどっかで大きな地震が起きているわけなんですよねまあこれが一つの地図になっているんですけど、まあ、地震が起きているエリアがこうしてねあのマッピングされていますけど ちょっと私がね気になるのは、えー、東北とかね関東あと日本海のところは結構そういうふうにマッピングされてるんですけど四国と沖縄が全然ないんですよ大きな地震っていうのがだから安,安心できるかっていうと私逆じゃないかって逆に思ったりするんですよね、まあ、沖縄っていうのは地震がねあの少ないってわれてますけど たまたま起きてないんだけで大きな地震がね来るかもしれない、うんまあ、そういった中で我々沖縄がこういったね大きな震災、うん、災害に対して何ができるのかっていうことをね今日は比嘉耕作さんといろいろ話をしていきたいと思っております、はい、さてこれがですね皆さんあのよくあちら界隈では、えー、ターゲットにされている、まあ、普天間基地なんですよね。はいまあ、皆さんも大好きな大きさよ マリンアウトおじさんが憑依しているのもこの普天間飛行場のゲートワンなんですけど、はい、まあ奥に見える海はこれはあの東シナ海なんですよね、まあ、こうして街中にででんとあるこの普天間飛行場これは今返還されるということが今決まってはいるんですけどこれを私はやっぱりねこのどうにか活用できないかということを今真剣に 考えている最中なんですよさてこの沖縄にはですね、はい、まあ、大型旅客機ジェット旅客機が離発着できる空港がいくつかあります<う>、まあ、それをねいくつかピックアップしてみましたけどまず一番観光客はねあの降り立つ、えー、那覇空港そこがなんと海抜3メーターしかない 3, メー3メートルですそして えー、これも観光客に、ね、非常にあの利用頻度が多い新石垣空港が海抜30メートルほうほうそして宮古島空港ここが42メートルそして、えー、この宮古島の隣にある下島空港、まあ、ここは将来的に自衛隊の駐屯などが、ね、検討されているところですけどそこでも7メートルしかないんですよ。 うんはい、そして、えー、あとの2つはこれはあの民間空港ではなくて、えー、軍用空港になりますまずこの嘉手納飛行場およそ海抜が40メートル、うん、ただ滑走路がある部分については大体いい20メーター前後の部分もあると言われてるんですよねそういった中で1つだけずば抜けた高さにあるのが普天間飛行場なんですよ、うんまあ、これは、ね、本当に私思うんですけど 東日本あの大震災クラスの津波が来て、ね、唯一あの生き残る空港っていうのは普天間飛行場しかないんですよね。うん、まあそれなのにこの普天間飛行場の跡地利用について、はい、あ今、ね、取り沙汰されてるのはあまりこういった大したことが言われていない、ね、あの公園にするとかショッピングモールとかありきたりなことしか言ってないんですけどこういうふうにね あの海抜7 5ル津波が来ても沈まないっていうこういった特徴を生かすやり方をね私はやっぱりやるべきだといいううふうに思っています、うん、だって大きな津波が来たら生き残る空港普天間しかないんですよ。うん それを、ね、どのように活用するかというとこれ私のあくまでも私の考えなんですけどこれ日本本土、ね、日本全土及びあの東アジア全域を対象としたまあ救難拠点に、ね、<う>私はやるべきだと思ってます。ここに公園作ったり、ね、路面電車通したり、ね、鉄道通したりいろんなこと言ってますけどそういったね沖縄だけのことじゃなくてその沖縄がやっぱ沖縄でしかできない あのそういった役目っていうのをこの普天間跡地にやっぱり持たすべきだと私思ってるんですよね、うん、まあ実際にこのような感じで沖縄を中心として円を描きますと、えー、日本本土どころか東アジアどこにでも本当に遠距離で行けるところにあるんですよ。まあ、サイパングアムそれからベトナム香港上海ソウルそして北京 で北海道までこうして沖縄を中心とするとどこにでも遠距離に行ける感じですさてそういった中で東京までの距離が沖縄から1500キロそして台湾までがなんと640キロなんですよもうあっという間に台湾に着いちゃうような距離にありますそしてソウルまでが1250キロ、うん、東京よりソウルの方が近いということになっちゃうんですよねほうほう まあそういったふうにこの沖縄がえいろんなところに遠距離であるっていうことをねこれ最大限に利用するにはやはりこの普天間基地の跡地っていうのをえこの東アジアのね中のまあ唯一のね救難拠点として整備をしてまあ日本本土そして東アジアで大きな災害震災があった時にはそこからえ自衛隊とえ米軍をね、うん 協力してそこからあの人の命を救うというねそういった役割を沖縄に持たしてもいいんじゃないかというふうに思いますそしてこの普天間飛行場のすぐ近くに今あの一大医療センターがね大きな医療センターが今建築中でありましてすでにこの極東最大の米軍の海軍病院が普天間基地のすぐ近くにあるんですよ、うん 飛行場のそばにそういった大きな医療センターが2つもあるというこういった素晴らしい、ね、条件、はい、そして東日本クラスの、えー、津波が来ても水没しない唯一の,この南西諸島の空港、はい、それを、ね、返還されたからって公園にしたり住宅街にしたりショッピングモール作ったりもうそういうもったいないことをやっちゃいけないと思うんですよ。よ、うん、ですから今後やははり沖縄っていうのは まあ基地が多い島ではありますでも人の命を救う島にね私作り変えてもいいんじゃないかほうほうどこか何かあった時にはこの沖縄から、えー、そういった救難機を飛ばす帰りにはその救難機にけが人や病人を乗せて帰ってくるそしてその病人をすぐ近くの医療センターに運んで命をねつなぐという,うそういった役割を私は沖縄が持ってもいいと思います。 思思いいまますすけどど皆さんどう思いますか何でもかんでも差別だ屈辱だってこうね眉間にしわ寄せて拳振り上げるんじゃなくてこの沖縄が持ってるポテンシャルをどう生かしていくかっていうことをねこれからやっぱり考えるべきでありそれを口に出して言えない政治家っていうのは私どうかなというふうに思っております。さてここで今日2番目のお品書きに行ってみたいと思います。 離島の物流を人質にこれでいいのかデニーということでですねこれ八重山日報さん県内全域で物流が止まる恐れ通園公安ス通告住民懸念の声ということでこれアメリカ海軍のミサイル駆逐艦が石垣港に寄港するということをめぐって全日本港湾労働組合がなんと 全面ストライキをするということを発表したんですよねそれについて住民から懸念の声が今上がっていますまあ、このストが実行された場合にはまあ、県内全域県内全域です皆さん石垣だけじゃありません県内全域で生活物資の物流が止まり住民生活に大きな影響が出る恐れがあるということでね まあ実際沖縄っていうのは台風で物流が止まる時ありますけど、はい、あのそういった物流関係者っていうのは台風で止まったからその分仕事がなくなって楽ちんっていうわけではないですよね。えっと台風で止まったら物流が止まるんですけど、うん、止まった分のものってのはじゃあ運ばなくていいかじゃなくて運ばないといけないんですよ。運ばないといけない中で後から後からどんどん新しいものが来るから。うん その分あのいつもより倍のもう倍のものをはこ運ばないといけないんで結構大変になるんですよ物流業界ってじゃあこのねまあ台風の場合はこれ不可抗力ですけどそうです、ね、今回こういった政治的なね理由で物流を止めちゃうと自分たちで自分たちの首を絞めることになっちゃう可能性があるわけなんですね全、まあまえー、港湾沖縄地方本部こう言ってます 公安労働者の職場の安全確保、労働者自身の安全確保の観点から、11日から14日間、14日までの4日間、石垣港,港、那覇港、那覇新港不島、浦添不島で全面ストに入ると、石垣じゃなくて沖縄本島の物流も止めるって言って脅迫してるんですよ。 結構こ<れ>あの辺、まあ、トラックがいっぱい通ってるところですね、はい、はそしてこのストが実行された場合本土から沖縄本島加えて沖縄本島から石垣都いろんなところにありますそういった貨物船がね4日間、まあ、荷物の積み下ろしができなくなってしまう可能性が出てきて、まあ、生活必需品を含む物資が港でね ししてててままう可能性が今出てきていますそうなるとどうなるか県内全域で商品の置配食品の品薄や賞味期限切れでの廃棄資材不足による工事のストップ事業活動の中断、ね、あらゆる、ね、事態が想定されていましてこの公安関係者は航空便以外の全ての物流が止まるって言っちゃっているということなんですよね。 さて全港湾の幹部もし戦闘があった場合医師学校に艦船が停泊していれば我々の職域である港湾が攻撃対象になる労働者の命を守るためにも港の使用が常習化されることはあってはならないと言ってますけどどうですかウクライナなんかもう民間地軍,が軍隊がないところでも。 どどんどんややられれてますよねいやーこれねいこ本当に自分たちの政治的なものをやってね、ねこうやって物流を止めるというのはどうかと思いますよ。はい、さて他にもいろんな声が出ております、これでございます、とん、公安関係者え、葬儀とは労働者の権利のために労使で交渉するもの、今回のストは労使交渉とは無関係で、果たして葬儀と呼べるのかと。 疑問視をしていいるととうことなんですよね賃上げとか待遇改善、うん、そういったことをやってほしいっていうんだったらまだわかるんですけどねはいそしてね食品関係の、ね、石垣市民の方え全面ストが実行された場合店頭での商品の品切れが起こると予想え全港湾のストは住民生活を人質にとった政治活動だ主義主張の権利はあるとしてもライフラインを止めて 県民を巻き込むのはやめてほしいと、うん、沖縄の新聞本島の新聞こんな声全く報道しないいや台風だったらしょうがないですよでも政治的な理由で止めるっていうのはどうなんだろうなというふうに思います、うん、さてこういったねあのいわゆる善光案のスト、まあ、これあの、はい、中でネットの中では物流ヤクザなんて今言われてるんですよ。いわゆるあの こういった一般市民のライフラインを止めて自分たちの、ね、要求を、ね、突き通そうとしている、まあ、そういったことで物流ヤクザって今、揶揄されていますけど、うん、一般の、ね、ネットの声はこういったものがあります沖編トリ、はい、ん、ラスさん安全のためと言いつつ遠く離れた那覇と浦添でも実施完全にイデオロギー闘争だろうということで激キ横ぷんぷんジャパン26093全港湾のストーはと。 えー、住民生活を人質に取った政治活動だ、主義主張の権利はあるとしても、ライフラインを止めて、県民を巻き込むのは汚いやり方だって、みんな怒ってる、うん、ところがみんな怒ってる中で、いるらしいです、ね、いや、見てびっくりしたんですけどね、はい、県議会議員なんですよ、この方ですか、立憲民主党、木、は、村、い、智子さん、はい、なんですか、これ。 前公安の決定を指示します民間の軍事防衛利用をなし崩し的に当たり前のことにしてはいけない働く人にとって場所の意味も変わるいや公安の作業って確かに力仕事とか体使う作業があって危険なんですけれどもよそから来るってことのそ,そんなに危険なのかなって非常に疑問なんですけどね、はい、いやーこれね。 県議会議員が離島の人,人たちの,このライフラインを止めることをこうしてね大喜びで賛美するというのは私おかしいと思いますよはい、はい、そしてこれもねよその方だと思いますけど3日間のストで物流が止まるわけはない台風で1週間船が入ってこなくても餓死した県民はいなかったと大げさすぎっていうことでなんであちら会話に人ってこうしてね あの、自分たちの主義主張のためには、こうやって沖縄県民を苦しめることをね。良しとするのか、これとっても不思議ですよね。あの物流こういった人なんかはもう物流業界の現場って見てほしいんですよ。台風が止まった時ももう物がたまるから、それを裁くのって非常に大変なんですよ。まあ知り合いの方から聞いたんですけども、台風は勘弁してくれって毎回毎回。 ってるんですよ、ねはい、まあ今ね私もあの通販であのいわゆる電池が入ったね商品とかオーダーしてますけどそういったのは船便で来るんですよ。あ<ー>ね私これあの仕事でどうしても使いたくて早めに注文したんですけどちょうど入ってくるのがそのストに引っかかるその辺りなんですよね。はい、そうなるととせっっかく注文仕事に真似合わせようと思ってオーダーダした ね、こういといやこれってね本当にあに労働争議だったらまだしも、ね、自分たちの福利厚生賃金上げろとかでやるんだったらねそれはみんな理解するかもしれないんですけどこういう政治的ないわゆるねイデオロギーそれで こうやって県民のライフラインを人質に取るっていうやり方はまさにこれはヤクザと言われてもねこれしょうがないことだと思いますよ。そしてこれをです、ね、止めようとしない玉城デニー知事、はい、もうこれってねもうけ自分たちのいわゆる反基地、反米、ね、反日イデオロギーを、ね、成就させるためだったら沖縄県民の生活を人質にとっても何してもいいんだって といううことにななっちゃうわけなんですよ、ね、まああの立憲民主党自体が知事の支援してる体制だから、うん、残念です、ね、いや本当にね玉城デニー知事本当にこの県民の、ね、生活を守るというふうに知事の職責を真剣に考えてるんだったらあなた全公安に乗り込んでこのスト止めないといけないですよ。うんね、あなた方が言ってるることはわかる でも県民のライフラインを人質に取るのはやめてほしいってなぜこれが言えないんですかこれがまかり通ったらですよ皆さん今後この全公案っていうのは自分たちの政治的な主義主張を押し通すためにこれからもどん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 同じことをやります例えば近々沖縄ではオスプレイの飛行再開がありますこれ飛行停止にするまで物流止めるなんて言い出したらどうするんですか いやそれは困ると言ってね知事がそれやめさせたとしたら沖縄本島の物流を止めるのはねだめだけど離島の物流を止めるのは構わないよっていうこれこそねまさに玉置デニーが言っている誰一人取り残さないって言ってるのに反,もう反することなんですよ。うん、ただでさえ、ね、離島軽視だと言われてるデニー知事え今回の件ではもう是非ね えー、こういった物流を人質に取るような全公安のやり方これをぜひ単身でも乗り込んでですねやめさせて、えー、離島そして沖縄のねライフラインの確保に尽力をしていただきたいそれこそがね、うん、私やっぱり本来の知事の仕事だというふうに思ってますけどあの日いや本んにまあ本当にもう物流の現場っていうのを いろいろ見聞きしていたから本当にそういう知らないで台風が来ても大丈夫みたいな意見というのは本当腹立たしい限りですね、はいまあ、こういうふうに、ね、沖縄離島県である沖縄の苦しさを知らない外の人間が軽々しく、ね、口を挟んでほしくもないですし、うん、こういったことを、ね、止めようとしないこの沖縄県知事のこの浅ましさ。 半吉のためなら1億円かけて海外旅行そして半吉のためなら2億4,000万かけて裁判をするそういった知事が沖縄県民の生活を守ることをやらないで一体何をしているんですかねもう少しね知事のみならず知事の周囲もこの知事をねいさめることを是非やってほしい。いつまでもいつつままででもも裸の王様 見越しであることはこれ沖縄にとって損失でしかないと私は思っております。はいということで、えー、今日まあっという間に時間が来てしまいました。えー、本日は FM21 のキャスターの日賀光作さんをお招きしこうしてお送りさせていただいております。あと毎週木曜日、えー、沖縄の地上波 76.8MHz では このワンヌウムイが放送されております、えー、県民に伝えられない不都合な真実もガンガン流しておりますし、まあ、YouTube チャンネルチャンネルボギーでもそのアーカイブ流してますんでぜひ皆さんご視聴とご参加のほどお願いしたいと思いますこれからもチャンネルさくら沖縄支局では県民に伝えられない不都合な事実ガンガン流していきたいと思っております今後ともよろしくお願いいたします ではまた来週お会いしたいと思います。ご